3月のある日、CD アルバムデイリーランキングの8位にチャートインした新人アイドルグループがいた。パレット。デビューから1年も経たない彼女たちのキャッチフレーズは王道ピュアアイドルの究極系。屋上の控え室から握手会の会場へと向かう。今日卒業式だった人。はい、おめでとう。泣いてないですよ。卒業泣いてないです。寂しくない？寂しかった。学校行かなくていいんだよ。もうやだ、不思議な感じするね。制服着たい着たい着たい。さっき脱いだ制服が最後の制服。そうです。やだやだやだ。コスプレだからね。また着てくるもん。休みの日でもじゃなくて帰宅になって。デビュー当時は全員が中高生。この日も卒業式から直行したメンバーもいた。7人がそれぞれの担当カラーでファンを染め上げるという意味を込め、パレットと名付けられた。どういう気持ちなのか言うだけ。世はアイドルグループ戦国時代とも言われ、その中で生き残るには何をどうしたらいいのか。おそらく答えのないその問いに彼女たちは一生懸命挑んでいた。この日の CD ショップでのファンイベントにもパレットにより七色に染め上げられたファンが集まった。まあ、成長を見守りたいっていう感じもあります。可愛い、握手楽しい、守りたい、愛おしい、可愛い。7人のまとまってない感じがまとまった時の可愛さがいいと思います。電車に乗るとすぐにメンバー全員がスマートフォンに熱中しだした。今終わった握手会に来ていたファンがアップしたツイッターをチェックしているのだ。到着後、明日のライブの練習が始まった。何回もメンバー同士で繰り返し確認しながら汗だくになっていく彼女たち。きっとその汗は未来への扉を開ける鍵に違いない。自分たちを出してるからいいグループです。大好きです。なんかフレッシュ、なんか若いんですよ。精神年齢が家族みたいな感じで、こう一人一人がこう一人一人のファンであるというか、そのピュアな気持ちのままいろんな曲をこなせる。ファンの皆さんが応援しててよかったなって思われるグループになりたいです。終わりです。未来定番曲フューチャースタンダード。